コリーネロッツヘイファ、コーンスピアロッツチェイファー、1938年5月8日から2020年9月24日は、オランダのモデル。1959年、ミスワールド優勝。2012年、プエルトリコを代表して、ミスユニバースに出場した、ボジネコラーは、名である。1938年5月8日、北ホラント州ーホールに生まれる。 1957年、ミス・ホランと1957に選ばれる。数週間後、ミス・ヨーロッパに選ばれる。この時、イングランド代表として出場したソーニャ・ハミルトンは、ミス・ユニバース1957で3位入賞。また、フィンランド代表のマルタリンガールは1957年11月、ミス・ワールド1957に選ばれる。ミス・ヨーロッパとしての任務を果たすため、 コリーネ自身はミスユニバース1957に参加できなかった。ミスユニバースのプログラムブックにはオランダ代表として彼女の名がある。1958年7月26日、カリフォルニア州ロングビーチで開催されたミスユニバースに出場トップ15に残りミスフォートジェニックを受賞。一説にミスユニバースのプログラムブックに2回掲載された。 唯一の人物。1959年、ミスワールド1959に出場するのだが、11月10日、彼女は他の候補者より遅れて、ロンドンに到着した。ミスホラント組織委員会としては、ミスホラント1959のペギー・アーウィックを代表に送り込むつもりでいたが、ギリギリになって、ペギーにドイツでの大きな仕事が入り、彼女におばちが回ってきた。 決勝開始数時間前、彼女のドレスに穴が開いているのが見つかった。イスラエル代表のジーバ・シャンラットがドレスを貸してくれたためことなきを得た。ちなみに、ジーバは3位入賞。優勝決定の後、アメリカ代表、ロレッタ・パウエルが彼女のスリーサイズはパッドで持ったものだと不正を訴えたが、再計測の結果、不正はなかった。ロレッタはまた、 審査員の一人がコリーネの婚約者であるとも主張した。ミスワールドの優勝賞金として4000ギルダー獲得。自動車とロイヤルダッチシェルから提供されたガソリン引き換券もあったが、ロンドンからアムステルダムまで輸送できないと、これらを売却。さらに6000ギルダーを得る。1960年代前半、国際的なモデルとして成功。1960年代後半、 アムステルダムにコーン・エス・エージェンシーを設立。これはベネルックス発のプロモデルのエージェンシーで世界的にも優れたエージェンシーとされる。2002年モデル業界を引退。2020年9月24日朝死去。去年82。1962年元ジャーナリストで建築家のエド・スピアと結婚。二人の子を設ける。ありがとうございます。